はい、皆さんおはようございます。9月でございます。さあご覧ください、自売キュウリができているんでしょうか。そう、ちょっと探ってみましょう。あ、できてます、できてます。あ、できてました。はい、ご覧ください、自売キュウリでございます。さあこれを収穫しよう。あ、コオロギが出てきましたけど、このお花見てください、この綺麗なお花が、あ、もうちょっとキュウリになりかけてますね。この花のこの付け根に、この雌花の付け根にこのキュウリができるわけですね。そしてこうやって大きく肥大していくわけです。これ水分がね、はい。これちょっと曲がってますけど、この曲がってるのがなんか荒々しくて素敵ですね。自売キュウリ、あ、むっちゃいい香りする。キュウリのいい香りがしますよ、はい。そして、あ、こっちにもできてますね、はい。なんか変な形ですけども、はい。これもなかなかいいじゃないですか。あ、ここにもできてますね、はい、はい。自売キュウリ、ちょっとねこの地に這わせることで野生っぽい、キュウリになっております。あ、なんか水分が入ってるなという感じの質感が。あ、そしてこれご覧ください、これモロキュウですね。ちっちゃいキュウリ、このねちっちゃいキュウリね、味が濃くて美味しいそうなんですけども、ちょっといただいてみましょうか。あ、むっちゃ食感いい。そう、そしてここトゲトゲがご覧いただけますか。なんか分泌しててね、ここがすごく美味しい。濃密なんですよ。キュウリの旨味が。もう一個いっちゃいましょう。これほら、新鮮なキュウリってここはこのトゲトゲが本当にね濃密なところで、そしてこの白い粉なんですけど、これはブルームといって、キュウリが自然に分泌しているもんです。農薬でも何でもないです。ですから安心して、これ美味しい証拠ですから、自然の証拠ですからね。キュウリ、大きいキュウリと並べてみましょう、はい、はい、キュウリ取れました。